この果てしなき神秘の世界に今愛と冒険とロマンに満ちた物語が始まろうとしている。人類は宇宙というこの無限の可能性に挑戦し、7000年の歴史を誇る十二惑星連合を築いていた。だがその輝かしい歴史も一方ではサイロン帝国との千年の長きにわたる壮絶な戦いの歴史でもあった。報告せよナンバーファイブ。準備完了です。よろしい、出撃開始だ。出撃開始。艦隊接近、70マイクロ。しかしサイロン帝国は突然和平交渉を申し出てきた。過去の長い戦いに終止符を打つべく、人類の代表者たちは機関アトランティアに集まり和平会談を迎えようとしていた。会場では十二惑星連合の大統領アダーの挨拶が始まっている。この上ない光栄である。サイロンとの和平は人類史上最も意義ある記念すべき出来事である。この日を祝しここで乾杯したい。しかしサイロン帝国の和平提案は罠であり、すでにスパイバルターの工作は完了していたのだ。デソートンは生存者をどうしろと命令したんだ。全員抹殺。じゃあ実行するんだな。その時こそ本当に人類絶滅だ。We'll be right back.